私オープニングやって、はい、明るすぎません？大丈夫？大丈夫そうだった？ああ、なんかね、これ見ちゃうと随分白く飛んでますね。まあいいんじゃない？白く飛ばしてなんぼですよ、世の中。いらっしゃい、ようこそスナックエンビーガブリエラへ。ママのたかしです。ちんわわのひできずみです。ニセコのかみです。3人合わせてエンビーガブリエラです。みなさん、あら、今日はちょっといつもと違う試みの動画になります。なんだろう、一体何かしら。はい、今回はですね、あの天の声が聞こえてきます。天の声。はい、私たち2月に、タイに行くじゃないですか。そうなんですよ。はい、その事前準備としてタイのことをいろいろ聞いてしまおうという企画です。それではご紹介したいと思います。はい、天の声、山田久志さんです。やだ何このノリは私もこの喋り方した方がいいのかしら。大丈夫です、大丈夫です。びっくりするじゃない、映るのよ、こういう風に喋られると。大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあもう山田久志という、ね、名前だけでも覚えていただいて、はい、ひらがな6文字で、はいはい、改めて山田久志さんです。よろしくお願いします。ちょっと紹介をさせていただきます。知ってるわね、みんな。はい、調べた？調べました。さすがたかし。はい、うちのね、亡くなった父と同じ名前。あら、そうなんです。去年亡くなったんだけど、こんな風に生まれ変わってくれるとは思わなかった。いやー、久し元気、たかし、ありがとう。元気って、たかし、たかよ。お父さん、こんな元気になってるよ。まずですね、ナレーター、ラジオ DJ、声優として、活躍されてる。北海道出身、ご自身のラジオ番組、山田久志のラジアンリミテッドフライデー、こちらがですね、実は1999年に開始したラジアンシリーズの4つ目として、2010年からJFN 系列全国35ネットで、毎週土曜日、3時から5時深夜ですね、放送されております。はい、でなぜ今回あのこのようなご縁があったかというと、私たちが2月に行く、あのジャパンエキスポインタイランドに出演をされつつ、オーガナイズのようなことも今回はされてらっしゃるということで、今回は山田さんのご紹介で私たち出演が決まりました。ありがとうございます。はい、あの北海道私たち行くんですよ、なんと。はい、いつだ。いつでした？3月です。3月です。あ、じゃあこのエキスポの後だ、また。そうですか。はい、北海道は2カ所行きます。あれ、行っちゃおうかよ、これも。あら、出ちゃいます、ね、出ちゃいます。じゃあだってトークショーですから。いいよね。確かに。はい、3人にだって1人ぐらい増えても平気でしょ、別に。平気でしょ、平気でしょ。高橋と久志がたまに交代したとしても別にそこは。そうですね。むしろ山子。山子。髪の色も似てるのよ。そうですか。今金髪なんですよ、皆さん。そうそうそう。いいかも、いいかも。ということで、まあじゃあ3月のじゃあ北海道の話は後にしとくか、じゃあ。はい、そうですね。そこは欲しい店とかいっぱい紹介するとこあるから。うれしい。大変なのよ、そういうの。もうせっかいだから。まずはタイですよ。そうですよ。ちょっと待ってね、タイは行ったことある人いるのかな、メンバー。あります。もうじゃあ大丈夫なんじゃないの？まあでもこの人は怪しげな店しか知らないので。そうなんですよ。さすがに。まずは真面目なあの質問を今回募集したので、はい、あのタイについて聞きたいことあるかと、うん、あの皆さんに聞いたので、うん、今現地に半分ぐらい住んでらっしゃる。そうね、もう本当に寒いとこ嫌いで、うん、結構行ってます。ですよね。なのでもう現地の人と言っても過言ではない、うん、なのでいろいろ細かいことも聞いてしまおう。ちょっと教えて。旅行関連ということで、うん、まあ、基本的なことを聞いていきたいと思います。うん、タイに行くにあたって必ず持って行った方がいいものを教えてください。なんか日本だと当たり前にあるけど、タイに行ってなくて日本人だと困る独特なものみたいな感じですか。はぁ、はぁ、じゃあ下ネタの方から先行く。お願いします。下ネタの方で先に行くと必要なものは大人のおもちゃとコンドームだと。え、ないんですか、向こう。理由はね、大人のおもちゃは日本から持っていくと捕まります。よくない。ダメ。どうして捕まらせる。機能がすごすぎて、グレードが高すぎて、もうあんなものを渡されたらタイ人が自分の国のものを買わなくなっちゃうんで、持ってこないでくれっていうところから法律で禁止になってる。なるほど。
密輸になりますから。あ、じゃあですよ、そんなに機能性いいんだ日本のもの。すごいです日本のね、すごいすごいギラギラした目で見られるんだけど、あんだけ強いんだけど。アイコスもダメですよ。アイコスも捕まりますからね。なんか噂によると持ってってもいいけど人前で吸っちゃダメみたいな話聞いたんですけど、持ってかない方がいいですか。持ってった時にイミグレで捕まっちゃったら罰金ぐらいです。うわあ、円ですか。もう日本円でだから結構です。小指の国怖じゃあこれ真面目な話をすると、やっぱりちょっとあの辛い料理とか多いし、あと暑い国じゃないですか、うん、この今時期に行くと、ね、日本とは全く気候も違うので体調を崩される方が多いから、そういった点では自分でまあもともと処方してるというか自分で常用を愛用している薬を持ってったりとかはいいかもしれないです。あ、結構やっぱり薬の種類が違うので、まあ、ちょっと強いんですね。あ、まあ、強いから逆に言うと効くんですよ、はい、むちゃくちゃ下痢してたり腹下ししてても本当に2時間後に全く問題ないみたいな、その代わりそこから1週間うんこ出ないみたいなことになったりするような薬は固めてる。そうそうどっちがいいかなのよ。なるほど。そうだ、そう目薬とかね、ああいったこうちょっとセンシティブな薬は自分である程度持ってった方が、まあ、ロキソニンとかさ、あとはバファリンとか、あとはそうね、あの大谷さんとか持ってくるのもいるか な、 だからそういうのはあってもいいのかなと思う。めっちゃいい話聞いた。それを初めに聞きたかったですよ。そうでしょ。ちなみにお薬とかっていうのは別に持ってっても何にも引っかからない。そう、引っかからない。あの、うん、かなりその大量なあの、まあね、液体のものじゃない限りは基本大丈夫です、はい、あ、じゃあ飲み薬は平気ってことですね。そう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 、調査がそういうものであれば引っかかることはない。皆さんすごいいい話が本当に聞けるので動画を切らないように。これもすごい多かった質問なんですけど、次の質問いきます。これはあの秀吉ムさんをはじめとするあの多数の方から寄せられた質問です。で、日本人はモテますか。モテる、そこは大丈夫。あ、モテるんだ。ありがたい、ありがたいよ。チャンス、ね、チャンス到来。あら、モテちゃうかしら。本当モテるの。ああちょっと、うん、タイだったか、私のいるところは。一人メンバー募集しとこ今のうちに。そうだね、タイで探しましょう。だからあのタイの治安についても知りたいっていう人結構多かったんですけど、うん、これバンコクっていうことだけに言えば、うん、全く本当問題ないと思う。女性一人で歩いてても本当にそこら辺でいきなりレイプされたなんて話は本当に聞かない。うん、であとナイフでいきなり刺されたみたいなのも本当に聞かない。うん、そういった点では新宿の歌舞伎町はよっぽど危ない。確かに、うん、けあとお酒でやっぱ暴れるっていうのをタイの人はあんまりやらない。うーん、すごい飲んでるイメージあるけど、うん、そあの悪酔いする人とかがあんまりない。むしろルールが厳しい。分かりやすく言うと11時からコンビニでは売らないし、お酒はそこからもう朝まで売らない。もちろん昼も売らない。だから飲みに行こうと思ったらバーに行くか、うん、でその飲食店でも大体お酒が出ない飲食店が多いのでタイ。タイもそうだけどシンガポールとかアジア人って飲む時間と食べる時間があまりミックスにならないんだよね、日本みたいに。食べるのは食べるだけ。お酒好きな人はまた別なところに行って飲む。なので場所場所が違うから、あんまりその食べ物の中での延長でだんだん酔いが回ってきて最終的にはもう訳分かんなくなってみたいな人も見たことがある。飲み始めるじゃ遅い人が多い。そうだし、好きな人しか飲まないから、なんかこう飲めないうちに無理やり飲ますみたいな環境もないし、で、あとそこら辺で道端で多分割り酔いして吐いてなんかなってたとしたら、そのまま軍が捕まえちゃうので、軍とか警察がもう大変なことになっちゃうと。見たことない本当に。一番やっちゃいけないことは、まあ、今回ホテル泊まりますよね、はいはい、あといろんなところに行くと思います。デパートだとかいろんなところ、トイレ入ります。髪、はい、流さないでください。髪を流す。どういうことですか。下水の配管インフラがあんまり良くなくて、バンコクでもそれはもう、例えばリッツとかいろんなもうホテルとか高級なとこでもダメです。なので、トイレ行くと台のとこに行くと右か左にまあ、ゴミ箱というかダストボックスが入ってあります。そこに拭いて、それが、まあ、例えばうんちがついてたとしても、それをそのまま投函してください。ちょっと待ってそれってこうかぐわしくならないんですか。なります。なので掃除が頻繁に入ってきます。なるほど、うん、入ってくる。もう部屋に掃除のおばちゃんが常にいたりして、もう大体もうそんなにたまる前にバッとこう絡みしてくれたりとかになって、流してホテルのトイレを詰まらしちゃったら大変です。大損害になっちゃって。あ、じゃあ1日1回しか来ないとかじゃなくって、割と頻繁に来られる。むちゃくちゃ頻繁に来ます。それは勝手に部屋に入ってくるってことですか。ホテルの部屋の場合はしょうがないですよ。デパートが空いたところ その公共施設のところのトイレでは頻繁に掃除が入るっていう。あ、なるほど。部屋の、ホテルの部屋の場合はどうなんですか。もうしょうがないですね。それはもう1日は自分の、まあ、拭いたものが
その箱の中にも入っちゃう状態ですね。でも私そういえばうんこしないんだった。結構したとしてもピンクでいい匂いなはずです。あ、なるほどね。問題ない。ちなみになんかホテル関係で言うとなんかチップ置いとくルールとかあるんですか？そうね、チップというのも実はこれすごい難しい話で、タイ人はアメリカとかと比べて、あの要求はしてこないんですよ、はい、なんですけどお気持ちの中でもちろん私やったりそういう関係性になれば嬉しいなという程度なので、ないからって突然怒るとか、まあ、アメリカ人怒るんで、その俺たちはチップで食ってんだから。そうですよね。タイはないんですよ、そういうこと、うん、ないけど支払ってあげた方が、まあ、よりね、まあ、円滑なというかいい距離感でまた繋がれたりはするので出すべきだとは僕も思ってるんだけど、うん、チップはその人の気持ちなので定価ではないって思ってほしいと。これをベッドメイキングで50、20とかって言っちゃうと日本人って分かりやすいから全部20を置いちゃうんだけど、はいはい、そのもっと裕福な人もいたり、で結構お金が厳しい人もいたりしたらそれは全部したら当たり前だって、うん、気持ちの問題なんだから出せるなら100出す人も出せばいいしとかいう感覚でいた方がいいかなと思います。なるほど、はい、じゃあお気持ちでとの方が本当の気持ちだと。それをなんかこうね、そのまま定価で上げてると結局ホテル代プラス100でしょみたいな感覚になっちゃうんで、うん、そういうふうには思わずに、だって全然掃除できてないじゃんとか、例えばタオルもひどいじゃんだったら上げなくてもいいと思うし、こんなに綺麗にまでしてくれてってなっていい匂いまでしてなんか部屋まで片付いてたらとかっていうのでいいんじゃないかな。なるほど、なので一番細かい札が20×札なので、20×50×100×この辺をちょっと少し両替して多めに持っておくといいと思います、ね、一番大きい貨幣が 1000× なんだけど、やっぱ 1000× だとどうにも使いづらいので、日本でいう1万円札なのでね、やっぱり特に屋台とかいろんなところだともう釣りもないし、それも勘弁してくれっていうところが多いですね。20バーツは本当によくいっぱい持っておくといいね。こういろんなことあることにマッサージしてもらったら払ってとか、タクシーで相性よかったら払ってってやってると、20バーツすごくいいです。なるほど、いい話を聞きますと、ね、私ちょっと寺院とか行ってみたいなってちょっと思ったりとかするんですけど、なんかお寺マナーとかあるんですか？あ、寺院も間違いなくマナーありますね。まずはとにかく肌の露出が入れないので、スカートだったりだとかノースリーブだったりとかそういう子たちは必ず、まあ、なんかストールをつけるとか、あと一回その長いスカートみたいなのを身に巻くとか、まあ、あとはタイパンツを、まあ、タイパンツ大体ね200バーツか300バーツぐらいで売ってるので、着いたらまずすぐそれ買って、あんまり上下肌見せないようにして、であとはもちろん帽子もそのジーンに入ったら取って、っていうぐらいですかね。他はそんなにうるさくないです。寺院や仏閣以外でも本当に仏像が置いてあるところが多いんで、そこをね普通に通り過ぎる人見たことないです。大将必ずそこで会釈をしてこう無視をして歩いてる人なんて観光客ですね。あれは寺院で見たことない。それは聞いといてよかったかもしれない。本当にしっかりされてます、だってマクドナルドのね、あの人形でさえ、そうこの両手合わせてますから。ドナルド、確かに、そうドナルド君、そうやってるんだ、そうそうそうなんです。じゃあミッキーとかも、ミッキーとかも、そう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 、みんなこの格好がもう基本的に基本なんですよ、これ。で、手を合わせてお辞儀をすれば相手も手を合わせてお辞儀をします。要は手を合わせてお辞儀をすることがすごく、まあ、丁寧なお辞儀なので、相手もそれに対して普通にただの会釈じゃないんですよ。手を合わせられたらあっちも手を合わせる。それはもうイミグレでもそうです。空港に入って入国するときにパスポートをやってね、コントロールする、ああいったなんか一見本当に武骨というか、その、まあ、要は不愛想な方でも、僕がいつもそのままスタンプをしてもらってコップカーって言うんだけど、コップカーって言って手を合わすと相手も一回手を止めて、パソコンの手を止めて両手でっていうぐらい。続いてはですね、すごい一番多かったと言っても過言じゃないんですけど、はい、タイでの水回り事情が知りたいです。あ、気になる。一番僕が気になってるのは、あれですね、飲み水問題。なんかシャワーでもお腹壊すって聞いたんですけど、水道水はやっぱり飲めません、飲めない、飲まないでって感じです。で、昔で言うとだから屋台とかでこうジュースを頼む、だから水を飲まないって言われたからジュース飲んでたのにそれで腹壊したっていう人が多くて、その理由はほとんど氷なんですよ。ああ、それはもう結構昔の話で、今はほとんど大丈夫です。今はみんな氷も買うようになってるので、タイ人のそういったお店はよほどの本当に田舎の屋台に行かない限り水道水を凍らした氷をジュースに入れる店はないです。で、確認する手段としては、氷がねちょっとねこう縁には形をしてて丸いんですよ、丸くて、まあ、円柱で、まあ、穴に真ん中に穴が開いてるような、それだいたいお店が作ってる氷なので大丈夫。あとはね、ちょっと少し細身の
なんて言ったらいいんだろうな、2、3センチぐらいの、こう、まあ、角柱みたいな、はい、うん、そういった氷柱かな、まあ、氷の柱みたいな、そんなのが入ってるところは大丈夫です。さっき言ったシャワーの件も、うんうん、ちょっと敏感な人で言うと、やっぱこうシャワー浴びてたって、なんとなく口も入ってきてたりするじゃないですか、うん、だからそこでちょっと軽くお腹が緩くなるみたいな人は見かけるけど、でもほぼ今はあんま聞いたことないかな。そしたら、まあそういう時はさっきあのおっしゃってた固める薬を飲む。それはもう本当に、着いたら僕ね、あの3人渡そうと思ったぐらいね。私お腹割と優しいタイプなんで、あの買っときたいですね、箱で。そう、イモディウムはね、うん、もうすぐコンビニに売ってるんで、箱で買わなくていい、セブンイレブンにも全部売ってますから。そうなんだ、じゃあいい、じゃあいい、だからどこにコンビニありますから。さっき大谷さんって言われた時に絶対持ってこうと思ってから、うん、ちなみにやっぱり大体パクチー入ってるんですか。入ってるね。だからあのパクチー OK、 パクチーダメなんですよ。そうか、うん、そういう時って何食べればいいのかなと思って。そう、でもね、大体そこで言えばいいだけなので、基本的にタイは簡単で、否定するものに対してマイってつければいいだけなので、うんうん、パクチーはマイパクチーって言えばいらないだから。私のパクチーみたいになっちゃってますけど。そうだね、うん、だからもうマイパクチーを言えばいい。それすごい嫌な顔されませんか。全然全然。あとあのペっていうのが辛いんだけど、うん、まあ、みんなマイペって頼むから。あ、辛くなくしてって、辛さどうするって必ず大臣聞いてくるんだけど、うん、普通って言っちゃうとすんごい辛いんだよ。日本人は大体そういうの苦手だってあいつも知ってるので、うん、聞いてきます、うん、辛いの大丈夫とかパクチー大丈夫って言ってくれる人が多いから、そこで言っとけばまず入れないから。うん、でもでもですよ、大体タイに行ったらパクチー好きになります。全然違う、日本にあるパクチー。ああ、そう。自然のパクチーは全然うまいから、もう大盛りして食べちゃうもんだって。あの味自体がちょっと違うってことですか。全然違う、フレッシュで、そんなカメムシみたいじゃない。私あれもうなんかちょっと口に入っただけで喉がキュッて閉まっちゃうんですよね。なんか何回かトライしようと思ったんですけど、まあまあ無理しなくて。でもちょっとそこまで言われると食べてみたくなるよね。食べてみたくなる。あとはやっぱり多分タイの料理に合うんだと思う。やっぱりあんなに入ってるところからきっと、あれのセットで口の中に入った時のまあマッチングというのかな、ペアリングはいいんだよ。そうですね。あとまあ魚醤とみたいな、うん、ナンプラね、うん、ナンプラ詳しいじゃない。たかし詳しいね。あの魚醤なんて言ってもらえよ普通は。魚の醤油魚醤で出てくるなよ。ナンプラーの方が出てこなかったんですけど、ちょっと一回いいですか。なんかすごい面白くて、そうなのよ、長くなるじゃん。でね、あとね、もっと聞きたいことがあるんだけど、ありすぎるのよ、ね、でも今ね全部端折ってるのね。なるほど。ちょっと前編後編とかにして、そうですね、2本立てで出すみたいな感じどうかする。そうですね、そうですね、そうね、そうだと。あ、ごめんなさい、これそしたら番組中に普通にね、うちは YouTube 大体そう天の声が置いてかれるって。ね、